アフリカの標準時、島模様の色の地域は夏時間を採用している。ナミビア時間では、ナミビアで使用されている標準時について記す。ナミビアは、現在、中央アフリカ時間を使用している。夏時間はない。2017年9月以前は、西アフリカ時間を使用していた。1990年に独立した際は、旧宗四国である。 南アフリカ共和国の標準時を維持した。しかし、この標準時では、子供の登校時間が日の出前になるという問題があった。そのため、1993年にナミビア標準時法案が通過し、世界でも数少ない冬時間を実施することとなり、冬季には従来の時刻よりも1時間を遅らせるようになった。北東部のザンベジ州のみ、アトクプラス2の時間帯にとどまった。 2010年代にナミビアの標準時に対する批判が起きた。これは主に隣国である南アフリカやナミビアの主要貿易相手国との標準時の非互換性、そして北東部のカップリビカイローとの時差で生じる問題に対するものであった。公開協議の後、2017年ナミビア標準時法案は同年2月に国民議会で審議され、8月に 国民評議会で可決した。ナミビアの独立後、南アフリカ統治時代に制定された標準時を維持し、国内は単一の標準時を使用した。日の出前に学校に通っている子どもたちの安全のために、1992年に標準時変更についての議論が国会で開始され、1993年11月10日にナミビア標準時法案として提案された。 この法案はナミビアの標準時を定めたものである。1994年から2017年までは当時間を実施した。この期間、ナミビアの標準時は夏季はアトクプラス2、冬季はアトクプラス1を使用した。当時間の期間は4月の第1日曜日の3時から9月の第2日曜日であった。北東部のザンベジ州では夏時間を実施せず、 中央アフリカ時間を通年使用したため、冬にはナミビア国内に2つの時間帯が存在していた。ナミビアは夏時間の代わりに冬時間を実施する数少ない国の一つであった。アイルランドでは1971年以来、冬時間を実施している一方、チェコスロバキアは1946年のみ実施した。一般的に夏時間制度は冬季の時間を 通常の時間として、夏季に時刻を1時間進める。しかし、冬時間制度は、夏季の時間を通常の時間として、冬季に時刻を1時間遅らせる。ただし、これは、どの季節の時間を基準にするかという違いのため、一般的には夏時間と同じであるとみなされる。しかし、夏時間は、昼間の時間の有効活用を目的としているのに、対し、冬時間は、 子供の峠工事の安全確保を目的としているところに違いがある。夏時間としてみなされた場合、ナミビアはアフリカでアトクプラス1とアトクプラス2を併用する唯一の国であった。中央ヨーロッパ時間と中央ヨーロッパ夏時間もアトクプラス1とアトクプラス2を使用しているが、夏時間の実施期間は南半球にあるナミビアと反対である。 そのためナミビアの冬時間が実施された時ヨーロッパ諸国の多くは中央ヨーロッパ夏時間を使用していた2010年代には標準時における南アフリカやナミビアの主要貿易相手国との非互換性生産性の低下を理由に企業や個人からの繰り返し当時間廃止が叫ばれたこれにより内務省及び移民局による公式調査が行われた世論調査では 対象者3,507人のうち97%が、アトクプラス2の採用を支持し、約88%が冬時間廃止を支持した。この結果を受けて、イーブライターが内務大臣は2017年2月に、その旨の新しい法案を提案した。内務省は、討議が進行中であることから、当時間の実施は2017年いっぱいは、継続すると述べた。 国民評議会は2017年8月に2017年ナミビア標準時法案を通過し1993年の法律を廃止した IANA タイムゾーンデータベースのゾーンタブにはナミビアの標準時が一つ含まれている。ありがとうございます。